住友銀行はかつて存在した日本の都市銀行。略称は住銀。2001年4月1日付で桜銀行を九州合併し三井住友銀行となった。住友グループの中核で本店は大阪市中央区の住友ビルディングに置かれていた。2001年4月に三井グループの桜銀行と合併して三井住友銀行となった。 先進的、効率的経営である一方、経営姿勢が慎重すぎるとして、経済史の顧客イメージランキングでは、常に多行の後人を排していたが、収益の住友銀行と異名を取るほどの高い収益性を持ち、そのことが、後の桜銀行の救済合併につながった。同じ大阪に本店を置く、三和銀行、大和銀行と並ぶ、在阪三大都市銀行の一行でもあった。 統一金融機関コードは0009で三井住友銀行に引き継がれている。当時の住友銀行は以下のように経営理念を発表していた。質の高い金融サービスの提供によりお客様の信頼に応えるとともに健全な業績の伸長を通じて広く内外社会の発展に貢献する。住友銀行のルーツは住友家が 別種銅山の経営を中心に発展を遂げていったことに始まる。江戸時代初期である1662年、千0億平米ともさだが、両外省を大阪と江戸で手掛けて、以来、金融業務を始め、千億両外店がその起源と言えるが、同店は1684年川瀬不達事件を起こし、江戸両外店が一時閉鎖の浮き目に遭う。その後再行するが、 1869年までに一度、両替商を閉鎖、札差し、蔵元としての業務には終止符を打った。住友銀行1875年に金融事業は、並合わせ業として再開、並合わせ業は年々業用を拡大していった。1890年銀行条例が発布されたのを、機に、1895年5月、広島県尾道市で行われた。 住友家の重役会議で本格的な銀行業への進出が決定。同年11月1日、住友本店銀行部として、住友吉左衛門の個人経営による資本金100万円の住友銀行が開業した。その後、初めての支店がその尾道市に開設されており、尾道支店として現存している。九百十二年二月十三日、株式会社に改祖し、 資本金1500万円の株式会社、住友銀行が設立された。1912年、株式会社第61銀行を買収。1919年末には預金残高3億4836万円、貸金残高2億6156万円と、第一銀行、三井銀行に次いで、全国第3位の規模となった。一方、 すでに外国業務を手掛けていたが、第一次世界大戦勃発に伴う輸出の急増、在外法人の内地仕送りの増加から海外拠点の開設が検討された。各して1916年、市中銀行のトップを切って、サンフランシスコ支店及びハワイ住友銀行を開設、さらに同年に上海とボンベイへ、1917年に観光、 1918年にシアトルとロンドン、そしてニューヨークに拠点を開設、普通銀行の海外進出の先駆けとなった。さらに、1924年にはロサンゼルス支店、1925年にはカシュー・住友銀行を設立する。しかし、これらの海外拠点は、その後の第二次世界大戦で一時縮小を余儀なくされる。その後、 第一次世界大戦後の復興気の反動から、1920年から1922年と、金融不安が日本経済を襲い、同行も、その影響から、預金、貸出資金とも減少が続いた。さらに、1927年、片岡直春蔵賞の出現から、昭和金融強行が起こり多くの銀行が破綻したが、一方、 預金は信用度の高い財閥系銀行に急速に集中し、住友銀行においても、その預金額は急増著しく、1929年末には普通銀行中周囲を占めるに至るなど、業用は順調に拡大していった。終戦直後の日本では、半年で物価が2倍以上に投機するようなインフレーションが進行したため、政府は1946年2月、 金融緊急措置令、日本銀行券預け入れ令、臨時財産調査令等を交付し、預金封鎖と新円への切り替えを実施したが、干物思想が優先し、金融機関の経営は混乱を極めた。そうした混乱の中、1945年11月には GHQ による財閥解体方針が出され、住友本社は解散を余儀なくされるとと,ともに、 1948年には、同行も、業名を大阪銀行と改めた上で再出発することとなった。その後、経済が安定から復興へと進む中で同行は、予貸金の拡充、店舗網の整備、外国業務再開など、業務の立て直しを進めていたが、1952年4月のサンフランシスコ平和条約発行に伴い、業名を住友銀行に復帰。 堅実経営、精鋭主義を掲げ業績発展に取り組んでいった。業名の書体は伊藤東,東海が所したもので、1986年3月まで使用された。住友銀行は長らく、住友グループの中核として、先進的、効率的な経営で評価を得る一方、銀行の利益を支出するために、取引先企業の経営が傾き始めると容赦なく、融資を引き上げるので、 逃げの住友と批判され、経済史の顧客イメージランキングでは、常に多幸の後人を廃していた。この体質が災いした出来事としては、後々に残る痛恨時として、1950年におけるトヨタ自動車との確執である。戦後の1950年、ドッジラインに伴うデフレにより、トヨタ自動車は経営危機に陥った。トヨタの倒産は、 東海地方の経済に危機的状況をもたらすと判断した日本銀行、名古屋市店長、高梨武雄の圧戦により、帝国銀行、東海銀行を中心とする銀行団の緊急融資の条件として販売強化のために、トヨタ自動車販売株式会社が設立される再検索が決定された。しかし、当時、帝銀、東海とともに主力銀行の一つであった。 住友銀行は、旗屋に貸せても、鍛冶屋には貸せないと二べもなく春居、貸出資金の回収に走り取引を打ち切った。当時、トヨタとの取引銀行は、都市銀行、地方銀行を含め25行あったが、取引を断絶したのは住銀のみである。倒産という最悪の事態を回避するため、トヨタに対して、 日銀や住銀を除いた取引銀行による協調融資団による再検索の一つとして販売強化のためにトヨタ自動車販売株式会社が設立された。さらに再検索の一つとして1600名の人員整理が発表された。これに対抗し組合側が無期限のストライキに突入し労使間対立が先鋭化、労働葬儀へと発展した。 こうして実質的創業者の豊田喜一郎がこの労働葬儀の責任を取り社長を辞任した。組合側も団長の思いで首切りを受け入れた。そして、住銀との交渉過程や労働葬儀での振動がたたったのか、豊田は1952年3月に休成した。その後、朝鮮戦争勃発による特殊景気をきっかけに、豊田自動車は 順調に経営再建を果たし、日本を代表する製造業となった。再建策をまとめた高梨は後に、日銀理事を経て、トヨタの強い推薦で、日本自動車連盟所大会長に招かれた。また、定銀の支援をきっかけに、トヨタは三井グループ入りすることになる。反面、取引を断絶した住銀に対しては、豊田喜一郎の公認社長である石田泰造や、 歴代のトヨタ社長が取引再開を許さず、加えて名古屋を中心とする東海経済界では、住銀はいざとなったら頼りにならないとの風評が広がり、同地で住銀が苦戦する縁因となった。なおトヨタの経営危機から15年後の1965年、当時業界6位で経営危機に瀕していたプリンス自動車に対して、同社のメインバンクである住銀の頭取、 堀田た正造は、専務、小川秀彦を、プリンス自動車社長に派遣し、トヨタへの救済合併と取引再開を画策した。しかし、当時のトヨタ会長、石田泰造は、鍛冶屋の私どもでは不都合でしょうからとこれを拒否している。15年前の経営危機の際、木一郎が緊急融資に駆けずり回る中、旗屋に貸せても、鍛冶屋には貸せないと言い放ったのが、他ならぬ、 当時の住銀名古屋支店長、小川であり、有志担当常務、堀田であった。トヨタ自動車と住友銀行との取引再開が本格化するのは、三井銀行の更新桜銀行との合併により、三井住友銀行が発足してからである。ただし、SMBC 発足の際には、トヨタに対しかなりの根回しがなされた。住友銀行東京本部元。 三井住友銀行大手町本部ビル営業店としては、向かい側の本店営業部内に移転後、建物としては現在は取り壊し本店東館を建設。1952年、後に法王と呼ばれる、堀田正蔵が頭取に就任、堅実経営、合理的精神、凡百の議論をやめ衝動に徹生用の三点を掲げ、施錠、堀田イズムと称された霊言とも言える。 合理主義的経営を行った。この時代、日本経済は高度経済成長の波に乗り、住友銀行は増加する資金需要に応えるために、新種預金を相次いで創設するなど、預金吸収に力を注ぐ一方、経営効率の向上に努めた結果、職員一人当たりの預金額は抜きんでて高いものとなった。また、 貸し出し面でも同行独白のダブルチェックシステムを活用し、有料企業との取引を拡充していくと同時に、銀行の大衆化に対応して、1960年11月には自動車購入資金貸付を開始、日本における消費者金融の宣弁をつけた。堀田東取時代、住友銀行は、取引先企業の経営が傾き始めると容赦なく、融資を引き上げ、がめつい、 逃げ足が早いと批判された。後に、糸満事件等の不祥事が続発するような利益第一主義の原因となったという指摘もある。しかし、入港直後に昭和金融強行を体験し、相続く銀行の破綻をつぶさに見つめてきたホッタは、預金者のお金を厳格に運用するのは銀行の責務とたじろがなかった。融資においては、 事業の将来性と経営者の能力を厳密に評価した上で行い、松田、ブリジストン、松下電機産業、山陽電機、武田薬品工業、朝日ビール、鹿島、小松などの後に日本を代表する企業を育てていった。また、1965年4月には大阪の戦後地銀であった河内銀行を吸収合併し、資金量で、 富士銀行に次ぐ任位に躍進、収益では全国の銀行でトップに立った。事務合理化の面では、同行は1967年4月に都市銀行発の総合オンラインシステムを稼働させ、1969年12月に日本発の現金自動支払い機を大阪の梅田支店や東京の新宿支店に設置等、事務処理の効率化とサービスの向上を実現させている。 また、この頃は、関連会社も多く設立されている。1967年12月には株式会社、住友クレジットサービス。1968年9月には、住友銀行を中心とする、住友グループのリース会社として、総合リース株式会社。1969年には、日本情報サービス株式会社を設立している。 1973年秋のオイルショックをきっかけに引き起こされた内外経済の不況の中で総合商社アタケ産業破綻が露呈された。当時の経営陣はアタケ産業の経営危機が信用不安の引き金となって日本経済の危機につながることを危惧し様々な検討、熟慮のせいアタケ産業は伊藤中商事との合併の道を選び、 内外経済の混乱は避けられた。しかしながら16行の銀行団の焼却再権額は総額2000億円に上り、住友銀行もそのうち1132億円を負担、1977年9月末の決算で全額焼却を余儀なくされた。1977年後に住友銀行中高の祖と呼ばれる磯田一郎が頭取に就任。 磯田は前述のあたけ産業吸収合併で手腕を発揮したほか、東洋工業、朝日ビールなどの企業再建を手掛けた。また、1979年7月にマッキン税のコンサルティングにより導入した総本部制、総本部長の青天井の決裁権限等に代表される気候改革は迅速な意思決定を可能にした。住友銀行を近畿の銀行から 全国展開する上位業としての地位を築き、東取就任から3年の1980年9月末の決算において都市銀行で収益トップの座となった。一方、同時期の1978年、地元近畿地区の効率化を目指し、系列である関西総合銀行の九州合併計画が進められたが、従業員、取引先の強固な反対運動が湧き起こり、 頓挫している。業用面においては、1986年10月には、東京の総合銀行平和総合銀行を合併することで、県案であった首都圏における店舗を充実させ、全国で300緑点に及ぶネットワークを完成。預金量も富士銀行を逆転し、合併によって首位に立った第一官業銀行に次ぐ、都銀2に躍進したが、 救済合併した平和送銀の不良再建により、再び収益力の都銀一位の座を失うことになる。磯田は無効傷を恐れるなと大号令を発し、わずか2年後の1988年に都銀一位を奪回している。こうした磯田のバブル経済化における積極融資方針に、当時の頭取小松康氏は回帰的であった。そもそも、 小松は平和相互銀行の九州合併も反対であったが、このことが磯田の激林に触れ、2期目の人気満了を2ヶ月残し1987年10月に頭取りを解任された。これ以降、住友銀行の積極融資に歯止めが効かなくなり、さらに富士銀行との間に展開された FS 戦争と呼ばれる融資競争は、 バブル崩壊により膨大な不良債権を生み出すことになる。なお、この頃、進展する国際化や金融自由化に対応するため、各国主要都市への拠点開設や、1984年、スイスの名門プライベートバンキングゴッタルド銀行の買収、カードリース等関連金融市会社の設立など、積極的な取り組みを見せた。年号が、 平成に変わる頃から、過剰な不動産、証券投資の反動が生じるなどの、いわゆるバブル崩壊の影響が、日本経済に現れ始めた。住友銀行でも、1990年5月、日本経済新聞のスクープにより、糸満事件が報道される。住友銀行参加の糸満向け融資総額は、1990年末には5000億円を超えていたことが発覚。 ことの起こりは糸満が東京青山に東京本社を建てるための地上げが進まなかった際に住友銀行名古屋支店が糸満に対し山口組の関係者である伊藤寿栄光を仲介屋として紹介したことにあったいきなり藤満の幹部となった伊藤寿栄光は暴力団とのコネを使うことで地上げを次々と行いその他の暴力団とのトラブルも収束させ 糸満の不動産部門を担う筆頭上務にまでなった。住友銀行は糸満に巨額の不正融資を次々に行い、地上げをさせ、形の上では日本一の収益を上げていた。その結果として1990年3月末の糸満の不動産関連の借入金は1兆1800億円にも達し、バブル崩壊とともに大部分が不良債権となった。 最後には不良債権の7000億円以上の金が、行方不明となり、野村証券の田淵節也会長や中曽根康弘、佐藤真嗣、三塚博亀井静香の名前が取り沙汰された。続く同年10月、横浜の住友銀行青葉大支店長が、蛇の目未信強括事件で注目されていたして集団、光新に対し巨額融資の仲介を行い、出資法違反で逮捕された。 相次ぐ不祥事の中、同年9月、大倉省銀行局検査が4ヶ月の長きにわたって開始され、同年10月、当時会長だった磯田は辞任に追い込まれた。バブル崩壊で発生した不良債権に対して、1995年3月期決算では8000億円を超える焼却処理を実施し、当時の金融界では異例の形状果樹決算となった。 不良債権処理を優先させたもので、他の都銀に先駆けて収益力を回復させる目論みであったが、その後もだれ式に不良債権処理が続くことになる。こうした過程で闇社会との圧力が徐々に表面化。1993年春から住友グループ幹部宅を狙った襲撃事件が10件以上起きており、住友銀行横浜駅前支店で、 銃弾一発も撃ち込まれていた。また1994年9月14日に住友銀行取締役名古屋支店長がオートロック式のマンション内で後頭部を銃撃された。伊藤寿栄子を糸満に紹介したのが名古屋支店であったため糸満事件に関連する事件ではないかと報道された。1997年に最後のバンカーと称される西川義文が 頭取に就任する。不良再建処理に伴い、海外拠点も縮小を余儀なくされ、1925年以来、第二次体制を除き業況を拡大していた、カシュースミトモ銀行は、1998年にザイオンズバンクアップに売却し、1999年にはゴッタルド銀行も売却している。1999年10月、スミトモ銀行は、 桜銀行との合併を発表する。当時、桜銀行は不良債権処理に伴う株式含み益の大幅な減少や株価の低迷が続き、大きな負債を抱え経営危機に陥っており、経営の抜本改革を模索していた。一方、住友銀行はバブルや失われた10年でも発生した不良債権の処理問題や財務体質は強いものの、企業、 個人の顧客像が伸び悩み今後の収益の大幅な向上策を探っていたこと、また資産規模や収益で多タを圧倒する東京三菱銀行との格差が大きく首都圏の顧客基盤は比較的弱いという悩みを抱えていた。こうした両者の思惑が300年間にわたる財閥の垣根を越えた合併を実現させたのである。もっとも当時の一般的な反応は 住友銀行による桜銀行の救済という捉え方であり、合併発表の記者会見では桜銀は経営的に弱い銀行と見られていた。なぜ住友銀は救済する必要があったのかとの質問が出た。これに対して西川はその意見には全く同意できない。決して危ない銀行ではない。今回の提携は救いの手を差し伸べるというものでは絶対にない。 救済という考えで提携するものではない。無責任なものの言い方には憤りを感じると回答している。そして2001年4月1日、桜銀行を合併し、三井住友銀行となった。ありがとうございます。